どうも、港さんとは、今回は、ブルドックとコラボということで、ナギ聖十郎、聖四郎の紹介をもうざっくりやっていこうと思います。試合開始時にオフゴールの移動速度が大幅に上昇する。やばいな、ちょっと、試合開始時にオフゴールが速いんですね。これさっき対戦したんですけど、ほんと型破りなセンターでしたね。ガチでなんか、強かった、正直。で、試合開始から60秒経過すると、筋力能力が大幅に上昇する。ギバも強いんかよ。筋力っつったら。そうでもないかな。一応、試合開始から120秒経過すると、スリーポイント能力が大幅に上昇する。120秒、2分か。このゲーム3分なんで、後半めっちゃスリー入るようになるのか。そう、さっきもめっちゃ入ってたな、俺。ナギ聖十郎はチームメイトがボールを持っている際に、ハリウーパー、そこ、ここに。タップシュート。やばいよね、これ。これめっちゃ強かったさ。こっからパスもできるんですよ、これ。しかも結構入ったよ。さっき対戦した時。ガチでやばいよね。これが、シュート速度がさらに増えて、こっちが、チームメイトにパス出すこともできる。しかもノーマークのチームメイトを優先して。で、パスの速度が上がって、こっちが、高い命中率。あ、スリーポイントの命中率が上昇するんですよ、これ。やばくないですか、こいつ。こいつ。やばいよ、これ。で、そっからパスが、成功率が増えて、こっちが。正面、妨害エリアが、正面妨害エリアも縮小するんですよ、これ。マーク跳ねせん。さらに減ると。こっちが、フェイスアタック。ああ、これね。完全にこれもセンターじゃないですわ、これ。センターじゃない、これ。ポジション何なんだこれ。フェイスアタックドライブ速度が上昇し、またドライブが止められる確率が減少するらしいです。ドライブ速度が増えて、違う。空中ブロックを受ける確率？あ、ダンクの際ね。が20の50、80%。もうほぼ空中ブロックできない。こっちが不安定なレイアップにならない。で、ドライブが止められる確率が減る。こっちが。チームメイトからパスを受け取った後短時間の間、ドライブ速度と移動速度が上昇する。ドライブ速度とか、センターじゃないってもドリブル違うから。こっちが、押すとアップ、ダッシュ。左か右に向かってサイドダッシュをすることができる。クルタイム4秒。クルタイム4秒ならほぼ使い放題。こっちが、これ。あ、こっからフェイダー。完全にフェイダーウェイなんだけど、これ見た目。すごいオフェンシブ。こっちはミドルシュートの命中率が上がって、ダッシュシュート中にノーマークのチームメイトを優先的にパスを出してくる。すげえな、これ。型破りだな。センターじゃない。パスの成功率が増えて、こっちが。サイドへのダッシュ速度が増える。こっちが。集中力により、ね、ダッシュシュート時に妨害を受けにくくなり、妨害エリアを鳴らす。完全にこれ、オフェンスに参加できる。オフェンスの中心のゾーンにしないの。センターの。こっちが。ブラックホール、トラップ。パスをキャッチする成功率が大幅に上昇し、ブロック角度が90%増加する。あ、90度増加する。ちょっとタッチの確率が上昇する。ディフェンスに強いとしたか、これ。オンボールの状態で相手に止められるポイントになってください。オンボールの際にドライブターンを発動する。ドライブターン。とにかく止められそうになったら、なんかドライブターンに発動するらしい。こっちはクールタイムが減って、こっちがブロック角度が増える。うわ、さらに増えるの、これ。プロ強。素晴らしい。ブロックの角度が増加する。え、また増加するの。ブロック強。ただリバウンドはその、なんかバーストはリバウンドなんですよ。ダバンス。ブロックの高さも上昇する。高さと距離が上昇する。
ナンバーが書いてない。もちろん、ブロックの距離が増える。ロードファースト。超反応リバウンド。リバウンドも強いんですよね、これ。自身のリバウンドラインにボールが落ちてくると、自動的にリバウンドを取ることができる。伊集院じゃねえか、それ。ブロックアウト入ってる状態でも、持続時間の14分とかに、時間内に3回リバウンドに成功した場合、効果が終了する。15秒で3回？ああまあ、そんな場面もあるっちゃあるね。もし持続時間内にリバウンドを取れなかったら、リバウンド争奪能力とリバウンド範囲が増加する。次にリバウンドを抵抗するまでじゃなく、1試合で最大3回までバーストを使える。サザンが9で、9回リバウンド取られる。チームメイトからのリバウンドエネルギー回復する。チームメイトからのエネルギー回復が減少する。こっちが、相手を押し出す確率増える。違う。素晴らしい身体的素質によるブロックアウト中に相手を押し出す確率が上昇する。結局リバーもあるじゃん、これ。何でもできるね、これ。ブロリバー得点パス。ガチでもうこれもう。ニョキッチじゃんかよ。ニコラ・ニョキッチじゃんか。ニコラ・ヨキッチでしたっけ？ブロックアウト、はい。どっちが、リバウンド値が上がって。リバウンドパス。ああ、これ、味方としては助かる。すっごい助かる。こっちが、発生効率が上昇する。こっちが、相手にリバウンドを取られた場合、リバウンド争奪能力に向かって、味方チームがフェンスラウンドに移行するまで持続。マジで。結局リバー強いじゃねえか。結局リバーも強いのこれ。リバウンド値なんでしょう。はい。で、覚醒が。スリーポイントシュートの命中率、スリーポイントの命中率の上昇、またフェイスアタックの2段階目に以下の成果が可能になる。フェイスアタックの2段階目にディベロップ、デフォルトで何をもう入力してない。または左、右か左に入力した場合、フロントターン、ダンクを放つ。レバー後方を入力すると、バックステップシュート。レバーを後方入力すると、フロントターンからダブルクラッチャー。これもうやばいね、これ。2メートル80センチ、2メートル80センチ範囲内での相手のポイントに対して角度と距離を無視してブロックに飛ぶことができる。また、この際にブロックの成功率の大幅に重視になって、一定の確率でブロックをキャッチブロックをする。ちょっと集中力なくなってきた。ブロックが強いってことです。しかも、キャッチもする確率ができる。一定の確率。ドライブが止められる確率が減る、減少する。またはブロックアウトで押し出された、あるいは押された際に素早く回復することができる。なおかつ5秒以内なら最大ブロックアウトで押し出されない。強。で、ブロックアウト状態に入っている場合、リバウンド範囲が上昇し、またルーズボール発生時に移動速度が上昇し、さらにブロックアウトダッシュのスキルを獲得できる。ブロックアウトダッシュ。ブロックアウトのアウト中にボールの方向に一定距離の移動速度ができる。で、最後。天才のリズムによって筋力能力とスリーポイント能力の上昇するタイミングはそれぞれ試合開始から30秒経過、90秒経過に縮小される。あれが強化される。またはオフボールの移動速度、筋力能力、スリーポイントシュートの能力の上昇しか、上昇、能力の上昇幅が増加する。また、各能力が上昇する際にエネルギーを500増加する。結局これリバーも強くなるし、全部強くなるね、これ。スリーポイントも筋力も、リバーも、バーストか、ね、移動速度とか。やばこれ。やばい、重課金ゲームになったの。もともと重課金ですけど、さらに重課金だった。ということで終わります。